鈴木 RM、RM、RM とは、鈴木株式会社が製造を販売している2ストロークのモトクロス競技用オートバイであり、シリーズ車種として、排気量別に数車種が生産されている。RM500 は1982年から2年間、つまり前期型と後期型の2モデル発売されていた、モトクロス競技用車両である。モトクロス世界選手権や、 AMA モトクロスの 500cc クラスを対象としたモデルであるが、二歩走路で扱うには相当のテクニックを必要とし、世界的にも販売台数が見込めないために、エンジンには特に改良を加えられなかった。前期型と後期型の違いは、フロントブレーキがドラムからディスクへ変更、前後サスペンションユニット変更とそれに伴う、車体ディメンション、前行、軸間距離、 最低地上高、シート高の変更とグラフィック化変更である。日本国内では 500cc のモトクロス公式戦が行われないため正規販売されなかった。RM465 は1980年から2年間、つまり前期型と後期型の2モデル発売されていたモトクロス競技用車両である。モトクロス世界選手権や、 AMA モトクロスの 500cc クラスを対象としたモデルであるが、二歩走路で扱うには相当のテクニックを必要とし、世界的にも販売台数が見込めないためモデルライフ中に、グラフック以外には大幅な改良は加えられなかった。エンジンは基本的には RM400、工 RM 術の排気量拡大版で、シリンダーボアが 3mm 拡大され、 排気量が 417cc から 464cc へと拡大された。日本国内では 500cc のモトクロス公式戦が行われないため正規販売されなかった。RM400 は1977年から1979年にかけて発売されていたモトクロス競技用車両である。モトクロス世界選手権や AMA モトクロスの 500cc クラスを対象としたモデルである。1978年にシリンダーボアが 3mm 拡大され、排気量が 402cc から 417cc へと拡大された。日本国内では 500cc のモトクロス公式戦が行われないため正規販売されなかった。RM250 は1976年から 発売されているモトクロス競技用車両である。年度によって変更箇所の代償はあるものの毎年モデルチェンジを重ねたが、競技用車両といえども年々厳しくなる環境対策への対応から2004年より並行して販売されている4ストロークエンジン等の鈴木 RMZ450 に後継の座を譲る方針ではないかと思われる。そのためか、 RMZ 発売以降の車両開発、変更箇所はそれまでに比べ比較的小規模なものである。本車種がメディアに登場した例として1980年放送の仮面ライダースーパー1でスーパー1が乗るブーバージョンは RM250 がベースとなっている。RM125 は1974年から発売されているモトクロス競技用車両である。年度によって 変更箇所の代償はあるものの毎年モデルチェンジを重ねたが競技用車両といえども年々厳しくなる環境対策への対応から2003年より並行して販売されている4ストロークエンジン等の鈴木 RMZ250 に後継の座を譲る方針ではないかと思われる。そのためか RMZ 発売以降の車両開発変更箇所はそれまでに比べ比較的小規模なものである。 RM85 は2001年から発売されている子供向けモトクロス競技用車両である。従来より発売されていた RM80 のシリンダーボアをフィム車両規則の変更 85cc まで引き上げに対応し 0.5mm 拡大し排気量 84.7cc に拡大したものである。生産は台湾にある 大林工業古墳有限講師で行われており、日本では輸入車となる。L は、ホイールの大型化とそれに伴うスイングアームの延長の結果リアホイールトラベル量の増加などの改良が施されている。しかし、車体自体は、基本的に、回17インチモデルと同じであり、通常の成人用モデルというよりは小柄な人や、女性向け、または、中学生程度の体格の子供が、 フルサイズモデルに乗るまでのつなぎと言える。2016年現在、RM85 リットルは日本国内でも発売されている。RM80 和は1977年から2001年まで発売された子供向け元クロス競技用車両である。毎年のグラフィック変更と数年おきのモデルチェンジを重ね2001年まで発売された。 1999年から生産は台湾にある大林工業古墳有限講師に移管され、日本では輸入車となっていた。L はホイールの大型化、回19インチ、R16 インチとそれに伴うスイングアームの延長の結果リアホイールトラベル量の増加などの改良が施されている。しかし、車体自体は基本的に回17インチモデルと同じであり、 通常の成人用モデルというよりは小柄な人や女性向けまたは中学生程度の体格の子供がフルサイズモデルに乗るまでのつなぎと言える RM65 は2003年から2004年のみ発売された子供向けモトクロス競技用車両である川崎重工業との総合 OEM に基づき川崎 KX65 鈴木 RM 風のグラフィックに変更して供給されたものであり、詳細はそちらを参照されたい。2005年10月13日に総合 OEM 供給を2007年までに完全解消するにあたり2004年発売の2005年モデルを持って供給が停止された。日本国内では正規販売されていない RM60 和は2002年のみ発売された。 子供向けモトクロス競技用車両である。川崎重工業との総合 OEM に基づき、川崎 KX60 を鈴木 RM 風のグラフィックに変更して供給されたものであり、詳細はそちらを参照されたい。日本国内では正規販売されていない RM100 は1977年のみ発売されたモトクロス競技用車両である。基本的には、 同年式の RM125 ベースにシリンダーボア、ストロークともに 4mm ずつ縮小し、排気量を 98cc にしたモデルである。車体では、各部パーツをマグネシウム、アルミ、アルミ鉄など、RM125 に比べ、グレードダウンをしており 100cc での、モトクロス公式戦はないので、本格的な競技車両というよりは、初心者が基礎を学ぶ目の廉価版モトクロスサーと言えた。 しかし結果として、そのような目的のユーザーは4、ストロークエンジン搭載車や行動モデルを選んだようで、わずか1年でラインナップから消えてしまった。各部のグレードダウンの内容には前後、サスペンションストロークの短縮も含まれており、結果としてシート高が下がったことで 80cc 元クロッサーを卒業した少年ライダーが、 前輪21インチの本格的芯に乗るまでのつなぎ的な用途にもかなったものであった。2002年に発売された RM100 は川崎重工業との総合 EM に基づき川崎 KX100 を鈴木 RM 風のグラフィックに変更して供給されたものであり鈴木製 RM100 とも RM125 とも全く関連性はない。日本国内では OEM 供給版も含め正規販売されていない。RM50 は1977年から1980年に発売された子供向けモトクロス競技用車両である。50cc でのモトクロス公式戦はないので、本格的な競技車両というよりは、オートマチックやロータリーミッションの用事用、レジャーバイクから 80cc のモトクロスサーへ乗り換えるまでのつなぎ的な用途車種である。 1979年にモデルチェンジがあり、出力の向上とサイドナンバープレートの形状変更、ライダーの膝裏からツインショックのサスペンション外側へと後方に移され、視認性の向上とサスペンションの方を兼ねる形状に変更となったグラフィック変更が行われた。日本国内では正規販売されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。